毎年異例の式典で極左の連中とか、うん、なんか球場の会みたいな人たちがこうデモ活動だったりとか、うん、謎のパフォーマンスやってたりするわけですよ。異例の気持ちが全くないんですよ、あの人たちは。そうなんですよね、はい、でもしこれ騒ぐんだったら中国に言えと、はい、そうなんですよ。だから方向が毎回おかしいんですよ、方向がおかしいで、あの玉木雄一郎さん、はい、あの国民民主党の代表、うん、はい、式典に参加しまして、うん、はい、あのツイートじゃなくて X にこう書いてるんですよ、うん、はい、式典の最中、今年もシュプレヒコールが聞こえてきた。戦争反対と聞こえたが、まるで平和反対運動のよう、かっこつきリベラルの限界というツイートをしまして、はい、そうですね、なんかあの立憲民主党の人とか、うん、左派界隈の人がめちゃくちゃこれ批判してるっていう、うん、例えばあの立憲民主党の参院議員杉尾秀哉さん、うん、元 TBS の方ですね、はい、なんかわけのわからんツイートをしていたりとか、あと小西博之さん、はい、もうね有名な方ですけれども、はいはい、も思いっきり自分のアピールしかしてないんですよ、この人。小西さんはカッコつけリベラルなんですよ。そうですね、確かにね。異例の日なのになぜ、今年も平和記念式典会場周辺でデモ、10代の子供からも疑問の声と産経新聞が取り上げていますけれども、はい、まあ、8月6日、そして今日9日、まあ、広島、長崎、はい、原爆が投下され、うん、まあ、一般市民の多くがですね、はい、虐殺された日なんですけれども、うん、まあ、毎年、異例の式典を平和記念公園とか、まあ、そういう場所でやってたりしますよね、はい、で、まあ、僕 もうだいぶ前ですけど、はい、当日の朝とか行くと、うん、極左の連中とか、うん、なんか球場の会みたいな人たちがこうデモ活動だったりとか、うん、謎のパフォーマンスやってたりするわけですよ。日本には表現の自由があるので、うん、まあまあ、認められるべきといえば認められるべきなんですけど、はい、うん、そういう式典の時にはさすがに空気読めよと。そうですね、うん、異例の気持ちが全くないんですよ、あの人たちは。そうなんですよね、はい、だって異例しに来てて、うん、総理大臣も異例しに、まあ、政治家もね、うん、閣僚もみんなその被害者の遺族たちも異例のために当日集まってるのに、はい、うん、そこにね騒ぎする奴らがいるというね。そうなんですよね、本当にね、はい、まあ、ちょっとこれ記事見ていきたいと思うんですけど、はいはい、平和記念式典会場周辺に早朝から集まったのは 8.6 広島大行動実行委員会の参加者ら100人以上、公園の一角を占拠し、一部はヘルメットにマスク姿で物々しい雰囲気に包まれた。太鼓を打ち鳴らしながらのデモ行進では、式典に出席した岸田文雄首相に対し、広島から出ていけ、沖縄を戦場にするななどとシュプレヒコール。これに対し、静かな8月6日を願う広島市民の会は、8月6日は慰霊の日、静かに祈ろうなどと書かれたプラカードを掲げ無言で抗議。広島市職員も平和式典、挙行中はお静かにお願いしますとのプレートを示した。母親と慰霊碑に手を合わせていた同市中区の中学3年の男子生徒は、迷惑で、非常識、平和を思う気持ちが一つになれないという、あの常識的な、はい、あのことをおっしゃってますけど、ね、まあ、この、ね、あの中学生の方が正しいんじゃないかなと、はい、そうですね、いや、まあ、思いますけどね。あの日本の左翼の、ね、活動家っていうのはもう本当に、うん、あの意味がわからないですよね、うん、だってもしこれ騒ぐんだったら中国に言えと、はい、うん、今現在で言えばね、うん、あの沖縄を占領するのは、いや沖縄を占領しようとしてるのは中国だからと、うん、はい、そうなんですよ、なんか方向が毎回おかしいんですよ、ね、方向がおかしい、日本政府じゃないわけ、うん、日本政府はやりたくないわけですよ、はい、沖縄防衛とか本来やりたくないんですよ、うん、でも、もし今回ね、うん、台湾防衛の時に沖縄行かなかったら、うん、数年後ステーシンされたって絶対言うに決まってるじゃないですか、うん、まあ、ステーシンされたって騒ぐこともできないぐらい取られちゃうと思うんですけどね、うん、日本政府が行かなかった、日本の自衛隊が行かなかったら、いや、それこそもう返還なんてありえないですからね、はい、そう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 、だってそのそうです、まあ、アメリカにその占領されて返還されたってもうかなり奇跡的な、奇跡ですよ、うん、ことだと思いますけど、はい、もう中国とかにやられたら、うん、もうどうにもならないでしょうね、そうです、その通りです、もう永遠に中国の領土としてなってしまうんじゃないかなということなんですけど、はい、うん、今回ですね、あの原爆ドームを向いて集団で地面に寝転ぶ大陰を行う集団もあったということで、これツイッターにちょっとそういう映像流れてたんですが、はい、なんだろうあの人たちって、なんかちょっと言葉に困るような人たちがいましたけれども、はいはい、うん、本当なんか自分をアピールしたいだけですよね、はい、そうですね、あの人たちっていうのは、あの死者への冒涜というかね、うん、なんかお前らバカかと、そうですよね、もう単純に平和を愛する人たちに対する冒涜ですよ、そうそうそう、本当に、いや本当その通りですよ。で、あの玉木雄一郎さん、はい、あの国民民主党の代表ですけれども、うん、はい、まあ、あの式典に、うん、あの参加しまして、はい、
あのツイートじゃなくて X にこう書いてるんですよ、うん、はい、式典の最中、今年もシュプレヒコールが聞こえてきた。核抑止論の限界を訴える広島市長の演説の時も、平和を願う子どもたちの演説の時さえも叫んでいた。戦争反対と聞こえたが、まるで平和反対運動のよう。もうやめませんか。常識ある国民の共感は得られません。かっこつきリベラルの限界というツイートをしまして、はい、そうですね、まあ、これ相当ないいねが集まったんですけど、うん、はい、なんかあの立憲民主党の人とか、うん、左派界隈の人が、うん、めちゃくちゃこれ批判してるっていう現象がありまして、あ、はいはい、例えばあの立憲民主党の参院議員杉尾秀哉さん、うん、元 TBS の方ですね、はいはい、平和反対って何ですか、かっこつきリベラルの限界って、国民民主党ってそういう政党ですかっていうなんかわけのわからんツイートをしていたりとか、あと小西博之さん、はい、もうね有名な方ですけれども、はいはい、杉尾といえば小西、小西といえば杉尾っていうこの二大ね、嫌われキャラっていうか、やっぱ波状攻撃を仕掛けてきますからね。追悼式典でシュプレヒコールは、ほとんど聞き取れなかったとの証言も複数あるようだが、はい、いずれにしても集団的自衛権行使の、政府の合憲根拠、反撃能力の憲法適合性などについて国会で全く追及をしていない玉木代表には、そもそも安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬからと誓う原爆慰霊碑の前に立つ資格はないと言わざるを得ない。思いっきり自分のアピールしかしてないですよ、この人。だからその玉木さんは、はい、かっこつきリベラルって言ってましたけど、うん、小西さんはかっこつけリベラルなんですよ、うん、そうですね、確かにね、こうなんか常にそうです、そのなんかこの、これ、はい、これ言うじゃないですか、はい、集団的自衛権行使の政府の合憲根拠とか、はい、他の立憲の人だってこんなやってないでしょ、そうやってないし、小西さんばっかりが、いやお前めんどくせえよとずっとこればっかり、はい、あのおっしゃってるので、はい、響かないなと、そうですね、いうことですよね、はい、だからなんかこの玉木さんがこのカッコつきリベラルって、うん、言ったことが、はい、本当なんか激凛に触れたんでしょうね、確かにね、左派界隈の、はい、まあ、カッコつきリベラルっていう言葉、いやでもこれすごいあの優しい表現だと思いますよ、はい、そうですね、だからあの人によっては、うん、そういう人たちをバカとか、うん、はい、そういうなんか直接的な表現で、いや僕もそういうふうにさっき言っちゃいましたから、ね、いやもう言葉がないんですよね、うん、はい、そうなんです、優しい言葉ですよ本当に、だから優しい言葉なんだけど、はい、意図は汲み取れちゃうから、はい、まあ広い意味での特殊な人たちに対して、はい、まあ、これ玉木さんおっしゃってるんじゃないかなということなんですけども、はい、なんかこれちょっと面白かったなと、そうですね、はい、はい、まあ、国民民主党もね、うん、あの今代表選挙やって、はい、あの前原さんと、うん、あのやりますから、そうそうそう、まあ、ちょっとこれねあの盛り上がればいいなと思いますけれども、はい、はい、まあ、これねこの話題、はい、ちょっとなんかもっと一般に、はい、国民民主党が知れ渡るといいですね、いいのかなと、はい、だからこういうゲートを玉木さんやるようになったと思うんですよね、そうだいぶ喧嘩もうまくなっていってて、うん、やっぱ、この番組で最初取り上げた時はちょっといまいちだったなって感じだったんですけど、うん、はい、だんだん成長しつつある感じが、うん、なんかしますね、ネット民のいじり方を、うん、なんかこう研究されてるのかなと、あ、そう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 、はい、そうですね、ネット民というか、はい、まあ、なんかいろんな、うん、そのなんか喧嘩の手法を、はい、なんか研究されてるのかなというところで、うん、はい、徐々に、まあ、そうですね、盛り上がっていると、自分の支持者はどういうことを考えてて、うん、でこの人たちを相手に自分やればいいんだなっていう範囲が分かってきたんじゃないですか、うん、はい、そうですね、やっぱ代表の座についても長くなりましたし、ね、はい、ただやっぱちょっと困ったものだなと思うのは、うん、国民民主党ってやっぱ玉木さん以外、うん、なかなかこう目立てていないっていう、そこですね、うん、はい、そのキャラクターがそうですあんまりいないんじゃないかなっていう、ないですからね、はい、ただ立憲民主党なんてもうキャラクターしかいないじゃないですか、うん、だからさっきの杉尾さんにしても、ね、確かに小西さんにしても、はい、もう選び放題みたいな、なるほど、ね、ところが、まあ、ちょっと立憲民主の人って、うん、こう勝負したくないなっていう感じがちょっとしてるんですよ、うん、立憲民主の人たちは嫌われてもいいやっては思ってはないけど、はい、うん、嫌われちゃうっていう人たちじゃないですか真面目にやって嫌われる、そうそうそう真面目にやって嫌われるっていう人に、うん、だからお前は嫌われるから喋るなっていう止め方もしてないわけですよ、うん、で国民民主の人はなんかちょっとあんまり出ていかない、はい、出ていかなさすぎですよね、うん、もうちょっと出て俺がみたいな、あ、そうそう、それはやっぱり政治家だったら必要だと、そうですね、僕は思いますけどね、はい、枝野幸也さん、和也君こんばんは、枝野ですと、今日、平和記念式典で同志たちがデモをしたねと、私も参加したよと、壇上で自衛隊と在日米軍の即時解散、赤軍の創設、日本以外の核廃絶を訴えたよと、
聴衆も興奮で発狂していたよと。ところで明日は君たちの推しのアスカちゃんの誕生日と私が党員からスパチャで送って1周年だねと頭皮からスパチャで送って1周年去年と同じで全裸で祝うのかな。いやいや、はい、ちょっとよくもうどんだけあの乃木坂が好きなんだっていう。そう、はい、斉藤飛鳥さんでもう卒業しましたよね。あ、そうなんですか。確か、はい、はい、なるほど。っていうのもなんか前あったような、はい、気がしますね。はい、そうですね。なんか別の人の誕生日にも前、うん、今日は誰々の誕生日だって言われてたんですけど全然わかんないです、すいません。